どうもこんにちは、ゆきちかです。今日も栄冠ライやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は公式戦ですね。3回戦かな。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。こんな感じで、今日も元気でやっていきましょう。改めまして、ゆきちかでございます。夏の県大会、出場してる高校だって絶対強えやん。絶対に強えやん。いやー、なんでこういう時にさ、岩瀬さん不調なん？赤尾行こうか。赤尾行こうか。ちょっと賭けに出ましょう。ちょっと頑張ってみます。行きましょう、しゃがし。はてさて始まりました夏の県大会準々決勝でございます。もしよろしければチャンネル登録ご用意していってください。よろしくお願いします。もしよろしければコメントもくださいうちのマネージャー可愛いな。なんだそれ。うちのマネージャーと交換しようぜ。君も先行にならないか。行きましょう。てな感じで私たち今日は高校でございますが、なんか文句ありますか。行きましょう。審判なんか文句ある。なんか文句あっか。審判こっちとらな、高校なんだよ。先行高校なのにな。高校なんだよ。後攻めなんだよ。いいんだよ、後攻めでも。先行って名前語ってても、後攻めだっていいだろ。たまにはな。俺だって後攻めがしてんだよ。なんかパスボールしてるけど。初球パスボールしてるけど。初球パスってたけど。ああいう演出意味あるん？パスってたわ。ホームラン打たれてる。ホームラン打たれちょる。だね、初回だけはいけると思うんだ、赤尾。だから初回以降だね、問題は。一回走りまーす。永遠とチャンスで回ってくれば、回せるんだよな、ここは。まあ、いいや、一回セーフしまーす。あーん、ガン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 、セーフ。惜しい。惜しい。な、藤上だからね。ここはね、多分大丈夫。点取れる、ここは。ナイス、藤江。そう、3番の藤江よ、これが。皆さん、これが3番の藤江です。よろしくお願いします。彼にご期待ください。彼の、後部作に、ぜひご期待ください。てな具合で、はたりましょうか。はたります。はたります。はたはた。はた。はたー！いい当たり打つね、はた。はた。まあ、このね、いやらしい粘りを。これが彼の真骨頂です。これが彼の真骨頂です。このいやらしい粘り。いつまで続くんでしょう、このねちっこい。納豆のような粘り。もう納豆ネバネバ打法と呼んでください、彼のことは。ネバネバです。ネバネバ。ネバ。タイミングが合ってないんじゃないんだよ。ひたすらにいじめてるんだよ。いったじゃん、これビッグフライ、ハタさん、This is gone! ハタ。ビッグフライ、ハタさん。こっちもビッグフライ打たれてるわ。どんだけビッグフライやんねん。ダメだよ、ビッグフライ打たれちゃう。稲葉さんがここまでさ、ホームラン2本なのもちょっと気に食わないんだよね。なんか納得いかないんだよね。なんでかわかんないけど。セーブ！ダメか。ダメか。ごめんなさい。なんか今のごめんなさい。猛烈にごめん。赤尾は行けるところまで行きたいんだ。無理だったら帰る。もう早々に帰る。もう早々です。取って、旗！無理かー。イチゴさんならぶっ刺せる？無理か。いきなり加速すんの。三塁過ぎて途中からいきなり加速するやん。加速機能もついてっか。アクセルでもついてたか。アクセルベタ踏みしてやろうか。ナイク攻めまーす。オッケー。これは肌。肌の守備範囲。ナイス。やっぱ早球いい。あんま関係ない気がするな、今作。本当に。振りとかじゃなく。振りとかじゃなく、今作ね、早球いいあんまり関係ない気がするんだよね。どう思うみんな。早球いいっていう早球いいも俺今まで感じてない。俺取られるかそれ。普通に、ね、抜けたと思ったわ。抜けたつか落ちたと思ったわ。はたはた。はたはたです。はたはた。はたはた？はたはた？ネバネバです。あのネバネバからのホームランやっぱ価値あるよな。何球粘ったんだろうさっき。10球くらい粘った。8球くらいか。10球は行ってないな。10、それゲッツー取りに来る。それゲッツー取る。なんだろう。すごいね。すごい自信だ。彼はすごい自信だ。ここゲッツー取りに行きます。内角で。赤尾？赤尾？内間ゲッツー。ハタ！まあいや、さっきホームラン打ってるし。さっきホームラン打ってるし、許してやろう。やっぱね、ここはもう、
できるならけワンアウト取りてんだわ。ワンアウト取りてえの。オッケー。ワンアウト取れるね。ナイス。どうしましょう。なぜ泣くの。5の指示がないからね。取れる。抜けるのそれ。イチローさんだと思って油断しとったな。やっぱ先発は安定して6点取られるね。いつものことなんかこれは。いや、いつものことなんだよ。いつも、おい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 、背負おう、背負っち、もっとチームを背負ってくれよ。確かに打たれた赤尾は悪いよ。打たれた赤尾は悪いけどさ、それを反らしてほしくないんだよ。あららあらあらあら、止まんね。ピッチャー変えっか。しょうがねえ。もう一歩行きたかったけど。石本でしのげるか。石本でしのげるか。石本でしのげたらでけえな。石本でしのげたらでけえな、ここ。しのげたらでけえぞ、マジ。しのがしてくれ。お願いだから、石本にしのがして。お願い。石本、しのげ。しのげたか、もしかして。石本神だな。いいぞ石本で、点を取りましょうっていうお話でございます。よく粘った。お祭り切ります。片道尽くし、流すか。オッケーオッケー、いいぞ福本。石本でやったところ申し訳ないけど、うんとね、バントしてえな、ここ。いや、一回流すか。いや、マジでお前は立ってるだけでいい。立ってるだけでいい。選べ。いや、もうここ三振させるわ。オッケー、ナイセン。なかなか 2-3 から待てはないよ。どんだけ信頼してないねんって話よね。まあ、そんだけ信頼してません。上原。満塁男です、彼は。こういう場面で彼は、修羅場をくぐり抜けてきた。修羅場とは。まあでも、これで同点か。いいよ。実質満塁男。素晴らしい。まあ、とりあえず同点ね。同点にする大事ですね、これが。イチローさん。はい、The Big Ryan Reason's Gone and Home Run Ichiro! ホームラン Ichiro! 思い切って稲葉さん行っていいよ。稲葉さん、ここは思い切っていいよ。思い切らんとダメ、ここは。いいよ。もう思い切り振り抜いて。無理か。マジでイチローさんに救われてんなぁ。ここまでマジでイチローさんにしか救われてね。また林は下ろすよ。正直、そんなに期待はしてねえんだ、俺。行きましょうか、岩さん。こういう場面で、あなたは将来投げるんだよ。あなたはこういう場面で将来投げてるんだよ。こういう場面でね、あなたは偉大な誰にも抜けないような記録を作ってるんだよ。岩さん。それをね、まず高校時代から、やってみよう。まあ、今は防御率5点台だけど。4本じゃダメだよ。4本はな、ホークスの伝統なんだよ。あなたは黄金期中日を支えたピッチャーだ。いてくれ。オーケー、ゲッツー。無理か。とりあえず行こう。マジ足速いな。今の結構いいプレーだったけどね。頑張れ。岩さん。岩さん、9回で途中で譲るなんて嫌でしょ。嫌でしょ。俺には伝わってくるよ。嫌だっていう思いが。稲葉さん、ぶっ刺せ。無理か。さすがに無理か。そしたら、今日2本のヒットを放っている器用な岩さん、最後のバッターにしてくれ。最後のバッターにしてくれ。岩さん、いい牽制だ。岩さん、いい投げっぷり。オッケーオッケーオッケー。何のための守備固め、何のための守備固め。上原くん、何のための守備固めだい。答えてみな。何のための守備固めですか？オッケー。それは岩瀬さんに三振を取らせるためだったらしいです。はい。こんな感じで、勝ってただけよかったでしょう。マジでイチローさんに感謝感激雨嵐。よし、そんな感じで、皆さん、次回の動画でお会いしましょう。終わらない、バイバイ。